はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットを始めていきたいと思います。ショートケーキ、ちょっと調子が。間違えた。気象が穏やかですね。ちなみにこれでまたなんか変わる可能性はあるんだけど、あ、これでベスト体重が464キロに変わりました。キングジョージでいきましょう。キングジョージ義富、デイリーガチャまだ引いてない。おっと、何が来る。湘南カンプ、これでベスト、プラス2キロにすればいいから、これでベスト体重ですね。では、行ってみましょう。今までの成績はご覧の通り、安田記念2連覇したのはいいもののっていうとこですよね。ここは海外遠征、キングジョージにチャレンジです。1.5 倍ですか。そうですね、 1.5 倍は金量を背負わされるっていうのがね、やっぱりどうなのかっていうのはありますよね。対抗はジェネラスですね。ジェネラス潰しに行こう。サングラモアも可能性はあるよな。あたりか、前残りの展開になるって考えたらデーモンもちょっとあるかもしれないな。というわけで、ご覧の通り、問題はライバル馬が前行く馬なんですよね。これが果たしてどう響くか、届くのかな。10頭立てですから、多頭数よりは中を割ってきす来やすいとは思うんですが、世界のホースマンが熱い視線を送ります。キングジョージのスタートです。さあスタート、いいスタートですね。さあ大逃げをデリモンが打った。大外枠から行きますね。
ちょっと前すぎないか。意外と前行きましたね。やっぱりスローペースだからかな。まあ多分後ろに行く馬が多すぎるんだ。さあなかなかわい広がる景色という感じです。三角形のコースだったっけな、キングジョージのコースは。さあ直線へ。金の根か。ちょっとどうなのかな。あと2ハロン。伸びないか。伸びが悪い。もう1ハロンしか残ってないぞ。3着キープして、なんとか3着キープしたが、この負け方はちょっと。どうしたものか。海外遠征が向いてないとかかな。ちょっとどうしちゃったんだろうっていう感じですね。意外とパッとしないです。距離が微妙に長いってこともないしない。とりあえず次は秋競馬に向けて育てたいと思います。ちょっとどうしたんだろう。まあ心配な内容であります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。